皆さんこんにちは、ソナスクライブ井上です。今回はウクレレで綺麗に音を鳴らすコツをお伝えします。ウクレレでコードやメロディを弾くときにはこの指板の部分を押さえます。こんな狭いフレットの部分にも音を綺麗に鳴らせる箇所があるのです。それはフレットの際です。ウクレレは弦がこのフレットに触れて音程が変わります。指で弦を押し込んで一番フレットに触れやすいのがこの際の部分です。それでは試しに1弦1フレットを弾いてみてください。まずはフレットの際で押さえて弾いてみると、このように綺麗に音が鳴ります。では同じ力加減のまま際とは逆の部分を押さえてみましょう。するとこのようにビビビッという変な音になってしまいます。それでは実際のコードで弾いてみましょう。 G コードでやってみます。フレットの際の部分で押さえて弾くと、このように綺麗に音が鳴ります。では同じように反対側で押さえてみると、あまり綺麗な音が鳴りません。これは今弾いた部分だけでなく全ての箇所でそうなります。また際の部分は少ない力で押さえることができるので、長く弾いても指が疲れず痛くなりにくいです。皆さんこれからウクレレを弾くときはフレットの際を押さえて弾いてみましょう。それではまたお会いしましょう。